らっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。ご苦労さん。火事異常ありません。左舷異常ありません。スタンバイエンジン。スタンバイエンジン。スタンバイエンジンさ。トモ表オンラインレッコー。トモラインレッコーさ。表ラインレッコーさ。トモラインクリアさ。表ラインクリアさ。了解。左舷ワンタッチアヘッド。左舷ワンタッチアヘッド。左舷ワンタッチアヘッドさ。何しに来た。声優のこと調べに来たんだろ。船長、ちょっといいですか。なんだ。乗船前に名物の讃岐うどんを食ってきたんですよ。うどん。ええ、自転車で30分も走って田んぼの中の一軒家なんです。じいさんとおばあさんがやってる手打ちで、これが昔懐かしい味っていうか、硬からず柔らかからずですね。お前ね、はい、うどんの講釈しに来たのか。え、問題はその先なんですよ。1杯150円、2杯で300円、消費税込み。そりゃ安いな。でしょ。今度俺も連れてけ。な。あ、いやいやいや、先聞いてくださいってば。満足して、また自転車にまたがって、その帰り道。事件とは何の関係もありません。私に隠れ家を提供してくれただけです。私、田川さんのためなら何でもしようと衣装を提案したのは私です。許してください。冬美さんにはなんて。私の方から婚約解消を申し出ました。彼女から伝言を頼まれました。船長さん、小島さん、少し落ち着いたら150円のさぬきうどんをご馳走になりに行きます。声優さんのことは一生忘れません。祖父に頼まれた送金も私が生きている限り続けます。嬉しいこと、切ない、ストップエンジン。ストップエンジン。ストップエンジンさ。トモ切断完了。トモ了解。フィニッシュエンジン。フィニッシュエンジン。フィニッシュエンジンさ。愛は静かに満たされ。